エウエルギデスの画家によるキュリクス。ロンドン大英博物館、シンポシオンで少年が笛を吹いている場面を描いたキュリクス。ルーブル美術館キュリクスはワイン用手配の一種で、比較的浅く広がった形状で、足がついており、円の両端に対象かつ水平の取っ手が出ていることが多い。内側のほぼ平らな円形の部分をトンドと呼び、紀元前6世紀や、 紀元前5世紀の黒絵式陶器や赤絵式陶器では主にそこに絵を描いていた。ワインを注いだ状態では絵が隠れており飲み干さないと全体を見ることはできない。そこでそれを踏まえ飲む人を驚かせたり今をそそるような場面を描いたものが多い。その名称はギリシア語でカップを意味し、ラテン語ではカリスに対応する。英語のチャリスの語源でもある。キュリクスは 未経年文明で生まれた。もともとは瓦家だったが、後に陶器のキュリクスへと進化していった。テラコッタ製のキュリクスが多数出土している。レッドウェアと呼ばれるテラコッタは酸化鉄を多く含み、赤い色になることからギリシャ人やエトルリア人が特に好んだ。陶工がキュリクスを形成すると、絵付け職人が希釈された釉薬でギリシア神話や日常生活の場面を外側に描いた。 キュリクスの内側にはシンポシオンや祝宴の様子がよく描かれている。丸く若干湾曲しているため、絵付けには独特の構図のスキルを要する。キュリクスの絵で有名な絵付け師としては、オネシモス、マクロン、ルーリスがいる。古代ギリシアでは、キュリクスは主にシンポシオンで使われたため、飲み干した時に現れる。内側の絵には、ユーモラスで陽気な場面や性的な場面がよく。 描かれていた。ワインの神であるディオニューソスやその仲間のサチュロス、コモスの光景などが主題に多い。また、異性愛や同性愛、成功の場面などもよく描かれている。シンポシオンは半ば横たわって行われたため、キュリクスはそのような姿勢でも飲みやすいように考慮されている。ありがとうございます。